楽天、田中将大、日曜劇場、下克上球児にサプライズ登場。田中は野球解説者役として物語序盤にサプライズ登場。視聴者からは、本物を田中マー君まで出てくるのすご、マジの高校野球見てるみたい、マー君ドラマ出てるやん。え、下克上球児に田中マー君出てるやん。出るの知らなかった。県大会の解説にマー君、笑いなどの声が寄せられている。田中さんって呼ばれてたな。この人ほんとテレビ出るの好きだね。年末のももクロの年越しの祭りにも出るんやろ。めっちゃ棒読みやった。このドラマ見てないんだけど、スタンドにチアはいるの？可愛い子がチア役なら見るよ。マー君の棒読みは置いといて、今回は面白かったわ。ドラマっていうより野球の試合見てるような感じだった。球児役の野球レベルが高いと面白いね。安楽も友情出演させてやれよ。いるかどうか知らんけど、そっくりな芸人じゃないのか。タイミング悪すぎ。今更やけど、絵面的に斎藤佑樹でよかったのにな。収録しちゃった後だから。ご視聴ありがとうございました。